1945年8月15日、樋口は敗戦を知った。しかし、樋口に安堵の気持ちはなかった。果たして、ソ連が本当に侵攻を止めるかどうかという危惧が頭を離れなかったのである。そして樋口は、ソ連の行動以下によっては、自衛戦争が必要になるだろうとの不安を持つに至った。それはロシアの専門家として軍人人生の大半を送ってきた樋口が導き出した最後の結論であった。樋口の懸念は現実のものとなる。やはりソ連軍は銃を置かなかった。樺太での戦闘は継続され、それどころかソ連軍最高統帥部は千島南樺太への侵攻作戦を新たに発令した。千島侵攻作戦の要項にはまずシム首島の北東部から奇襲上陸しとある。日本人の大多数が聞いたこともないこのシム首島という小島が日本史に登場することになるのはこの作戦方針に橋を発する。シム首島は千島列島の最北端に位置し、カムチャッカ半島とは10キロほどしか離れていない。このシム首島には第91師団の歩兵第73旅団などが駐留していた。終戦の方に触れたばかりの守備隊将兵の多くは戦争中には感じることのなかった安堵に包まれながら深い眠りの中にあった。シム首島の部隊は15日の夕方にはポツダム宣言の自宅を知り、武装解除を始めていた。敗戦の方に一度は動揺した将兵たちも徐々に落ち着きを取り戻し、寝る前には故郷に帰ったら何をしようかと笑みを見せながら話し合った。日付が17日から18日に変わる前後の時間に幾人かの将兵たちが謎の砲声を聞いた。周囲はまだ闇である。将兵の多くは相手は米軍ではないかと思ったという。これがソ連軍によるシム首島への上陸作戦の開始であった。やがて凄まじい艦砲射撃の支援のもと、18日午前1時過ぎにはソ連軍の上陸部隊がシム首島北端の武田浜に殺到した。伝聞は樋口のいる方面軍司令部にもすぐに届いた。樋口はこの時のことを後にこう記している。18日は戦闘行動停止の最終日であり、戦争と平和の交代の日であるべきであった。しかるに何事ぞ。18日未明、強盗が詩人の裏木戸を破って侵入すると同様の武力的奇襲行動を開始したのであった。かかる不法行動は許さるべきでない。もしそれを許せば、至る所でこのような不法かつ無知な敵の行動が発生し、平和的終戦はありえないであろう。大本営からの指示では18日午後4時が自衛目的の戦闘の最終日時となっている。この戦い自体は疑いようのない自衛戦闘であるが、この日の午後4時をよぎれば自衛であっても戦ってはいけない。樋口はこの点に留意した上で次のように打電した。断固反撃に転じ、上陸軍を粉砕せよ。ソ連軍の日本上陸を水際で食い止めなければならない。もしここで跳ね返さなければソ連軍は一気に南下し、北海道本島にまで迫る勢いを見せるであろう。そうなれば北海道において沖縄のような地上戦が勃発することも覚悟しなければならない。シム首島でソ連軍の上陸部隊と対峙した守備隊の中には、キスカ島から奇跡の撤退に成功した将兵たちの姿もあった。深い霧が立ち込める中、戦闘は凄惨を極めた。一度は終戦の方に接し、故郷に帰った後の日々に思いを馳せていた兵士たちが血にまみれ肉片と化して飛び散った。島の各所で激しい戦闘が続く中、午後4時は確実に近づいてくる。現地でも日本側は戦闘行動停止のための軍師を送るなど停戦交渉を試みたが、ソ連側に停戦の意思はなく、交渉は二転三転し結論が出るには至らなかった。こうして時刻は午後4時を迎え、これをもって日本軍は優勢のまま積極的戦闘を停止した。しかしソ連軍上陸部隊は攻撃を続けたため、実際の戦闘はその後も続いた。現地日本軍は大本営の決めた午後4時という期限を守ろうとし、実際に積極的な戦闘を自ら止めたのだが、この点に関して樋口は複雑な思いを抱いていたようである。私はこの戦闘を自衛行動すなわち自衛のための戦闘と認めたのである。自衛戦闘は不法者側の謝罪により収束すべきものとの信念に基づき本戦争の成果を待った。私は残念ながら16時をもって戦闘を止めたことを知り、不法者用長の不徹底を遺憾とした。これを読むと樋口が必ずしも午後4時停戦を厳命していたわけではなかった様子が認められる。結局現地での停戦交渉はその後も思うように進まず、翌19日も散発的な戦闘が続いた。同日日本側は再度軍師を送り、ソ連側もようやく受け入れ交渉に入る。その後も紆余曲折があったが、最終的な停戦が成立したのは21日のことであった。シム首島の戦いにおいて多くの犠牲者を出したのはソ連側であった。日ソ両国のそれぞれの公式記録を参照すると、この戦いでの日本側の死傷者は600から1000名。これに対し、ソ連側の死傷者は1500から4000名という数字となっている。日本軍はシム首島での戦闘においては決して負けていなかったが、日本が敗戦を受け入れている以上、武装解除に応じるしか他に手はなかったのである。元来、スターリンは北海道の北部を占領する計画を持っていた。しかし、これに強く反対したのがアメリカのトルーマン大統領である。トルーマンは8月18日付のスターリンへの電報の中で、ソ連の北海道占領を認めない態度を鮮明にした。この時、すでに冷戦構造は崩瓦していたといえる。
終戦とともに樋口の人生も大きく変化した。1946年の春、樋口の副印鑑の職元家、本当の無官となった樋口が借りていた家も進駐軍将校の宿舎として接収され、再び家を出ざるを得なくなった。さらに恩給は停止状態が続いた。生活も困窮し、戦前戦中からは想像もつかない途端の苦しみを味わった。その後、極東国際軍事裁判において東条英機元首相の証人の一人として出廷することが内定しているという連絡が入った。樋口と東条の二人の間に浅からぬ関係性があったことはよく知られているところである。オトポール事件に関しても東条は樋口の独断を不問に付している。そんな過去のいきさつもあり、東条としては樋口に多少の期待があったとも言われている。結局樋口が法廷に立つことはなかったが、樋口は自らの意向集の中で東条を表してこう書き記している。結局彼は善悪の問題においては善に属し、権務の問題においては愚に属すべき。東条に対し一定の理解と同情を示しつつ、彼を善であり勝愚としているところに、戦後の多様な東条論の中においても実際の東条を知る一人としての日韓ある考えを汲み取ることができる。戦後の樋口の人生は実は水面下で大きな危機を迎えていた。それは樋口に対するソ連からの戦犯引き渡し要求であった。確かに樋口の軍での遍歴を見れば、ウラジオストックと組む機関員、ハルビンと組む機関長、さらには第5方面軍司令官であり、ソ連にとっては対峙した敵の大物ということになる。それらの罪名はソ連国内の刑法によるスパイ罪の適用であった。この樋口の窮地を救ったのがユダヤ人たちであった。満州で命を救われたユダヤ人たちの間で樋口の救出運動が起こり、ニューヨークに総本部を置く世界ユダヤ教会がソ連の要求を拒否する両アメリカ国防総省に強く訴えたのである。世界ユダヤ教会の幹部の中には実際に樋口のビザで命を救われた難民もいたという。そんな動きが功を奏し、樋口に対する戦犯引き渡し要求は立ち消えとなったのであった。その後は宮崎県小林市に転居し、養鶏と畑仕事を主な糧とする性交うどくの日々を送った。結局恩給が出るようになったのは終戦から10年以上が経ってからのことであった。晩年の樋口は東京の自宅で静かな日々を送った。死ぬまで勉強という樋口の持論は自らの人生において実践された。70歳を超えてもドイツ語やロシア語の原書などを読み、自分の感想をノートに書き留めた。そして1970年10月11日、その日樋口は朝からあまり元気がなかった。大好きなタバコにも手をつけようとしない。この日樋口はその生涯を終えた。一日も病気で苦しむことなく樋口はこの世を去った。享年82歳老衰であった。樋口の死に顔は何とも穏やかなものであったという。樋口が好んだ言葉の一つに善悪不二がある。世の中には絶対の善もなく絶対の悪もない。善悪は相関的なものである。樋口の生涯はこの言葉の一個の証明であったとも言える。善や悪といった言葉を過信した末の物差しでは、人間社会の寸法を正確に測ることができないのみならず、誤った結論しか導き出せない。当の樋口自身もオトポール事件、あるいはシムシュ等の戦闘に関して自らを善として誇示することをしなかった。アッツ等玉砕については先の言葉に反するように自身を絶対的な悪と位置づけ、それを一人で抱え込み英霊にぬかずき苦悩し続けたように思う。樋口はアッツ等の山崎に必ず増援すると緊急電を送り、すぐさま増援部隊を向かわせる準備を整えていた。ところが大本営からの命令はアッツ島への増援計画は都合により放棄すというものであった。樋口は激怒し、山崎ら将兵との約束を守れないことに男泣きした。晩年樋口の自室には小さな水彩画が飾られていた。それはアッツ島の風景を描いた絵であった。時に英雄視される樋口だが、その心の奥底には決して癒されることのない苦衷が静かに沈殿していたのではないか。